今うちの坊ちゃんは作曲活動燃えております。小さくの歌を聴かせてもらいましたが、喉かすぎて、タイトルも喉かな街です。予想しとった以上に喉かすぎて眠とうなります。どんな曲を作りたかったんですか？動画の。動画の何？この動画の。あ、お父さんが撮った動画に音つけてやろうかっていう。今のこの風景なら合うかもしれないよ。いや、喉かす。おっと！今話がまとまりました。こののどかな風景に合う。うちの息子が作ったのどかな曲をちょっと合うかどうか検証することになりました。いかがでしょうか。この風景にうちのお坊ちゃまがお作りなされた曲、のどかな、タイトルは何でしたっけ？のどかな町です。ここは町じゃないですね、うん、何なんですかね。山。のどかな風景、のどかな集落。犬と散歩した中で最も一番記憶に残る場所ですね。ですね。どんな事件が起こったんですか、坊ちゃん。ここから落ちました。下まで転げ落ちたんですよね。それを上から見てみましょうか。どんだけ高さがあるか。ここから転げ落ちたんですね。もうちょっと草木が茂っとったしね。春だったっけね。春だったっけね。まだ草がいっぱいあったっけ。もう傷に済んだよね。モザイクが入れれるようになったらモザイクに入れて、顔真っ黒のコロ先生みたいな黄色い顔してやろうか。面白いかもしれない。いや、俺ガンダム好きだけど。ガンダムの顔する。シャーガエンかアームロゲンか。いや、ここは俺が好きな、やっぱザクです。顔がザクで柴犬と散歩してる動画に出来上がります。そういう技術がお父さんにあるかどうかは分かりません。ジェガーもいいよ。わー、全然分からない。お父さん知ってるのは100年戦争だけだっけな。1年戦争。1年戦争か。増えたの。100倍になってしまう。100年。100年。死んでる。みんな死ぬわ。40代、新しい曲を紹介してください。新曲ですね。どうやって撮ったんですか、その音は。これはね、うん、アプリがあるんですよ。ピアノを弾いて音を取ったわけじゃないんですね。にあった音程に変換してくれて、楽譜を書いてくれるわけよ。さっきののどかなこの街、うん、あれロック調にしたらどんなんだろう。ちょっとこっちがええじゃん。さっきのに比べたら、なんかそれっぽくなってる。こっちがええじゃん。じゃあ、これを今度からこの動画のオープニングテーマ。いや、ちょっとそれは使え。勘弁してくれ。ちょっと違う。お父さんの求めてるものとちょっと違う。
ということで、ぼっちゃんの曲を聴かさせていただきました。